多いんで、ありがとうございます。平日なんで皆さん暇なんでしょうか。めちゃめちゃいっぱいいるけどね。どうしたんでしょう、今日これちなみに東京から来てる人もいっぱいいるじゃないですか。東京から来てる人、ほら、あ、思ったほどでもなかったですね。まあまあまあ、すごい人気でございますね。つばくろも人気ということでね。ということで、今日からですね、春の龍神祭ということで3日間お送りしていきますけど、はい、なんでそんな、ちょっともうちょっと待ってくださいね。お願いします。めちゃくちゃ緊張してるんで、ちょっと緊張してます。高くを見守っていきたいと思います。はい、お願いします。今日司会を務めます松下先生と、はい、ペダラガズ2019マナです。お願いします。お願いします。はい、では早速で、始めていきましょう。時間も余りないことですし、はい、それではまずどうぞ。はい、では主役のマスコットさん呼びたいと思います。ダーラシャオロンパオロンです。拍手お願いします。はい、まずはシャオロンパオロンこっちから来ました。はい、そしてすごい、今日から25周年退場祭ということでね、今日はこのお面もね、みんなにプレゼントするんですけれども、あ、ドラさんなんか持ってますね。これは、これ実は今日から発売のね、ドラの青汁なんですけれども、で、これですね、実はちょっと秘密がありまして、そう、今ドラも持ってますけどね。で、ここにね、紙が来るんですけれども、 QR コードをね、ダウンロードしてもらって、このカップの、イラストとか写真をかざしていただくと、なんと動画が見れるという、しかもその動画は他では見れないオリジナルの動画になっておりますのでね。これどこで売ってるんでしたっけ。2階コンコースのナゴドルチェです。はい、そうです、僕忘れそうなんで、それだけは覚えてって言ってた、はい、これだけ覚えてって言われて、はい、今目的を果たしました。はい、今日の仕事はもうすっかり終わりましたけど、はい、とりあえず、もう帰ってくださいって言ってました。まだとりあえず、今日から発売ですので、ぜひ皆さん、2種類カップありますのでね、2杯買っても全然大丈夫ですので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日はね、この3人に加えて、実はスペシャルゲストも来てくれてますので、はい、紹介ください。では皆さん、お待ちかねのこちらのゲストです。つばくろさんです。はい、皆さん大きな拍手でお伝えください。はい、どうもつばくろさん、お久しぶりでございます。すっげえ堂々としますね。つばくろさん、皆さんに今日こんなにたくさんの方、いつもの平日とは違う、こう帰るんですか。まだですよね。ね、たくさんの方来てくれましたんで、今日せっかくなのでね、ちょっと、ゲームをして楽しんでみたいと思いますけれども、はい、それではちょっと準備してもらっていいですか。はい、ということでね、今日から3日間はドアラ生誕25周年というかね、の、誕生祭、もう僕は全然覚えてないですけどね、誕生祭ということで、ちょっと25にかけてですね、今からこのカップ、ここに今スーパーボールがいっぱい、大きさバラバラのね、スーパーボールがありますので、このカゴに取ってもらって、ね、で、このカップ、怖いな、なんか嫌な予感がするけど、いいかな、ここに入れてもらって、危ない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 、スーパーボールですからね、確かに跳ねますけど、危ないよ、ね、で、250g に近い方が勝ちということで、ドアラとつばくろに対戦してもらうんですが、ね、今これね、ちゃんとカップの重さはちゃんと出して引いてありますので、はい、まずちょっとじゃあ、シャオロン、パオロンにね、なるほど、口から出すと、ね、まあまあいいでしょう、ね、じゃあシャオロン・パオロンにまずね、ちょっとどのぐらいが250なのか、そうですね、ちょっとやってもらいましょうか。じゃあ、はい、じゃあシャオロンさん、このカゴに入れてくださいね。こんぐらいかなっていうのは、はい、はい、いいですか。はい、パオロンも足してもいいよ。え、そんなにいきますか。これ実際ね、重さがどのぐらいあるのかをちょっと測ってみたい。まだいく、まだいく、まだもう1回じゃなくて、ここに入らない。パオロンの分じゃないよ、パオロンの分。パオロンさん足す、もういい、1個、はいはい、どうしたあ、3個抜いちゃうね。あ、じゃあこれでどのぐらいあるかちょっと一回測ってみたいと思います。まあ、2人はね、ちょっと自由にやってますけど、ちょっとカゴに入れてみます。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。どうですかね。あー
下に落ちたやつちびっこ持ってっていいよ。あげるあげるあげる、いいよ。いいよ。お口に入れないでね。ありがとう。はい、今シャオロンがやったのは 750g あります、ね、とんでもなく多すぎです。はい、というのを踏まえてまあね、だいたいね、スーパーボール、あ、いいよ、持ってて、持ってっていいよ、持ってて、大変なことになっております。大変なことになっておりますが、今のが 750g、 じゃあこれ、つば九郎とドアラに 250g、 はい、このぐらいかなっていうのをこのカゴに入れてもらいましょう。はい、じゃあ、どちらからいきますか。あ、つば九郎さん、お、どうぞどうぞ。珍しく手挙げたと思ったらね。じゃあ、どっちからいきましょう。まあ、どっちでもじゃあ、つば九郎からいきましょう。はい、あ、そのカップですね、じゃあ。なるほど、このカゴに入れてください。250、250、250。はい、じゃあそのまま入れますか。はい、入れてもらいましょう。はい、つば九郎の、よいしょ、つば九郎の、おお、いいんじゃないですか。230、25、225。すごい。でも今のカップ入れたらカップの量じゃなかったんですよ。しましたけど、今のはドアラさんの勝利でーす。ね、カップの量ですね。もうね、かしまきみたいになってますから。なので、ちょっとこれ戻しましょう、戻しましょう。はい。ね、まあ、多分こんなことになるとは思ってましたけどね。まだ1個落ちてますよ、ここに。1個落ちてピンクのやつ。あ、もういらない。欲しい？欲しい？はい、こちらにどうぞ。はい、ということで、あ、まだシャオロン、はい、誰かにあげて、誰かにあげて、誰かにあげて。はい、まだね、ちょっと時間ありますので、もう一個だけちょっとゲームやってみたいと思いますけど、はい、またこれもね、25周年の25という数字にかけまして、はい、今から、皆さん、自分でアピールしないでくださいね、アピールしないでください。25歳の人を探してもらおうと思います。25歳の人探してもらおうと思います。こっちで探す、そっちで探すんですか。こっちで探してますよ。違いますよ、スタッフさん呼ばないように。じゃあお客さんの方行ってもらっていいので、1人25歳かなこの人はっていう人を聞いてください。はい、じゃあそれはそれは間違いなく正解です。正解ですけれども、確かに正解ですけど、お客さんの中からね、お願いしたいと思います。じゃあシャオロンパオロンもせっかくなんで25歳っぽい人を連れてきてください。25歳ですよ、1994年生まれ。あれ、あれ、マロもいいよ、マロも好きですよ。早いですね、ドアラさん。結構見た目若い、25歳。早いですね。あれ、そういうことさ、シェアドラゴンズ年齢内緒なんですよ。あ、そうなのって言ってますけどね、多分バレてるんでいいですかね。うち先生見てないからいいか。じゃあシャオロンパオロンもお願いします。シャオロンパオロンもね、パオロンも連れてきてね。じゃあちょっとせっかくなんでアピールしてもらえるようにプレゼントがあります。プレゼントがあります。怒ってる、やめてくれぞ。チェンジチェンジ、ダメっぽいね。つば九郎さん、お客さんの中から。うち先生25歳とか言ってますけど、嘘つかないでください。それは嘘ですよ。あ、結構若い25歳を連れてきますね。じゃあせっかくなんでインタビューしてみましょうかね。シャオロンパオロンも連れてきてね。シャオロンパオロン真面目にやっていいですよ。大丈夫でしょ。今連れてきましたね。連れてきましたね。はい、今度ちょっと老けた25歳ちょっとじゃあステージの上に上がっていただいて、ね、こんにちは。もうね、みんなの方見て、こんにちは。教える、お名前を教えてください。村上雄人です。雄人、かっこいい名前ですね。村上雄人さん、25歳ですね。さあ、聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。帽子をかぶったね、かっこいい27歳。ちょっとお二人にもね、聞いてみましょうかね。シャオロン、頑張って。危ない危ない危ない。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。スタッフさん、すみません。お名前教えてください。ポンさんですね、ポンさん。はい、ありがとうございます。
名前は加藤です。加藤さん、加藤さん、じゃあね、順番に聞いていきましょう。こっちから行きましょうかね、はい、彼はシャオロンが一番近い人は勝利します。勝利になりますからね、行きたいと思います。はい、何歳ですか？27です。おお、結構近い。いいですね。結構近い。ちょっと難しいね。さあ、聞いてみましょう。はい、何歳ですか？30歳です。30歳、ちょっと上でした。ちょっと上でした。そうですね。スマクロ、仕込まないようにお願いします。ちょっとまだ待ってくださいね。じゃあ、まなちゃんの声聞いてみましょうか。はい。はい、それでは、何歳ですか？大きな声で。何歳？今聞こえますか？聞こえなかった。もう一回大きな声でどうぞ。はい、いきますね。いきますよ。せーの。7歳です。はい。頑張りきれなかった。やっぱりちょっとまだね、若かったかなと思いました。じゃあちょっと期待の野原さん。はい、野原さんが連れてきてくれた。はい、では聞きたいと思います。はい、何歳ですか？8歳です。はい、素直な人たちでございます。素直な人たちですね。8歳です。坪九郎さんから、あ、なんかもらってますよ。あ、これバズーカ打つ時の T シャツ。さらにちょっと皆さんお待ちください。今日は特別にですね、じゃあこれ一緒に、はい、今日ねバズーカで打つこちらの、すごい可愛いんですよこれ。つば九郎もドアラも打った春の龍神祭というタオルですね。タオルかな、これ。タオルっぽいやつ。はい、じゃあ僕これも。はい、じゃあシャロンパーロンからもどうぞ。はい、プレゼントしてあげてください。スタッフさんだけど、スタッフさんこっそり持ってってください。大丈夫、大丈夫。怒られないから大丈夫。怒られないからポッケの中にしまっといてください。みんなには内緒にしといてください。内緒ですね。はい、はい、ということでご協力いただきました4名の方、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お席の方に、ね、握手してね。はい、じゃあ彼は業務の方に戻ってくださいね。業務の方に、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、ということでちょっとなんとなく立ち位置が変わりましたけど、そのままに行く、そうですね、こっちに行きたいとした。はい、いい時間になりましたね。ということで、はい、今日からは先ほども言いましたけど、つば九郎さんが今日明日明後日日曜日まで、参加してくれます。そしてどうやらつば九郎25周年、もうね、ごめんなさい、僕はいまいち分かってないですね。カミカミですね。はい、ということでね、今日から盛り上げてくれますので、皆さんマスコットにも期待していただきたいと思います。また、はい、ドアラ尽くしの、はい、ね、この3日間ということで、皆さんもね、ドアラどんどん盛り上げていただければと思います。はい、ということでこのコーナー終わりたいと思います。ドアラ、シャーロン、パーロン、スマクロ、そしてシャドラゴン2019マナと松下でした。ありがとうございました。いざ進め希望